小川さん、今回ですね、プラスワンのお申し込みありがとうございます。お問い合わせフォームからでもですね、いただいてたんですけども、振り込み確認できました。ありがとうございます。はい、今回ですね、プラスワンの方では、鹿児島じゃないわ、熱海ですね。熱海でやった、20万でやった合宿ですね。こちらの映像入ってますんで、これはですね、この熱海合宿の内容っていうのは、何か商品を買っていただいた方にしかご案内してない商品になってます。だから一般的にはもう、最初の段階で買えない商品ですね。はい、もう内容がめちゃくちゃいいです。はい、なんで、本当にやる気ある人に届けたいっていう思いで、商品買っていただいた方にこうアップセルという、マーケティング用語になるんですけど、アップセルで出してる商品になります。で、今回ですね、その5万円でやったセミナーですね。これはちょっとですね、小川さんが今どういう状態なのかちょっとわからないんで、あれなんですけど、もし今からネットビジネス始めようと思ってるんであるならば、ちょっとね、中級上級すぎるので、理解が多分1回見ただけじゃ理解できないと思いますし、今現行で何かやってる状況でじゃないと多分理解できない部分があると思うんですね。ただ、見といて損はないので、で一番見てほしいのは、あれですね、やっぱプラスワン買っていただいてるんで合宿っすかね、熱海の。やっぱ40歳からネットビジネス始めて、右も左もわからない状況から40歳から始めて、今僕36ですけど、だから僕22からやってるんですね。で、僕が40から全く右も左もわからない状態で億万長者になれるかなっていう、すごいなと思いますね、本当に。お客さんなんですけどだから今その久保さんっていう人の方が稼いでますから、僕はもうある程度お金に関しては、ある程度あればいいかなっていう、そんなになく、久保さんもそうだとは思うんですけど、久保さんは投資やってるんで今、だから何もしなくても今1億ぐらいあるみたいなことを言ってましたけど、そのうち僕も40過ぎてあたりから投資は本格的にやろうかなと思ってるんですけど、今年そのコンテンツ販売をね、久保さんがして1ヶ月でね1億売ったんですよ。すげえなみたいな。なんかそのセールス動画があるじゃないですか。僕50本ぐらい動画撮ったと思うんですけど、再生数、1再生数100いかないぐらいじゃないですか。久保さんそのセールス動画3000何回ぐらい再生されてるんですよ。セールス動画1本ですね。すげえなみたいな。今チャンネル登録者数も7000か8000人いるのかな。僕はまだまだ、お客さんに教えてた立場なんですけど、今僕もリアルでね、自分でこのメディアを作るっていう活動をしてるので、久保さんを教えてた久保さんを追いかけろみたいな感じで頑張ってますけど、その久保さんの映像見れますんで、どうやってその億万長者になったのかっていう、やっぱ僕はやっぱ、まだ36歳っていうことで、久保さんは10年上なんですよね。だ人生経験も久保さんの方が豊富ですし、やっぱ僕が伝えるメッセージと久保さんが伝えるメッセージって深みが全然違うと思うんで、この合宿はね、ぜひ見ていただきたいなと思います。で、何度もやっぱね、これは本当にリアルなんで、話がリアルなんで、そのリアルを受け取って自分のリアルをね変えてほしいなと思います。で、あとは分かんないこととかあればですね、お問い合わせフォームからセミナー見たんだけども、ここがちょっと理解できないとか分かんないっていうところあれば、ご相談いただければ対応はしますので、頑張っていきましょう。はい、今回はですね、商品お申し込みありがとうございます。メールの方で記載してますので、そちらの方確認してください。ありがとうございました。